皆さんこんにちは、うるかたです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。納税確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介するのはこちら、ダブルベルガスブローバックハンドガン、スミス&ウェストン M945。 1911ガバメントをもとにスミス&ウェストン独自の設計が凝らされた45口径ハンドガン。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、サイズですけれども、全長が約220mm、高さが約152mm、重量が 712g、 これは空のマガジンを含む実測となってます。弾丸は 6mm BB 弾使ってください。動力源は専用ガス。相談数は28発プラス1発。この1発は銃に装填した状態となります。可変ホップアップシステム搭載、セミオート単発発射のみのガスブローバックハンドガンになります。で、実銃の M945 は1997年にスミス&ウェストのカスタム部門パフォーマンスセンターが製作した45口径自動拳銃、4506のスライドと1911系のそのままのトリガーアクションを持つフレームとを組み合わせたカスタムモデルとなっております。このダブルベルの M945 はそれを再現した 6mmBB 弾対応ガスブローバックガンになります。で、専用設計と特徴的なビジュアルを持つモデル945をガスガンとしてね、この白刻印でね再現しております。はい、で、ポップアップはスライド開けてもらってね、中でダイヤルで調整可能です。で、サイトの方はちょっとね、ホワイトとかは入ってないんで黒い状態のフロントサイト、リアサイトとなってます。で、セーフティーはこのサムセーフティーがね、左右どちらからでもアクセス可能。ちょっと結構柔らかいですね、これスッて動いちゃう。あとグリップセーフティーがねついております。それでは実際に撃ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方測っていきます。75.18、 74.14、 5m 振っていきます。7m、 今日ね、気温が10度ちょっとですか、今、まあ、10度ぐらいかな、結構難しいですね、ガスの入れ方が、音がしないタイプなんで、なかなかちょっと入ってんのかなーっていろいろやったんですけど、今日の気温で、缶の方をちょっと温めないとなかなか入ってってくれないというね、ちょっとバルブがどうなんだろうなっていう感じはするんですけれども、まあ、うまくね、ガスが入れば、今10度ぐらいだったらこのぐらいは打てるかなっていうところでございます。まあ弾速自体はね74.5ぐらいだったし、まあちょっとね勢いが難しいかなっていうところあるんですけどね、このモデル、やっぱかっこいいもんね。あとセーフティーがね、やっぱりね、こうサブセーフティーが柔らかいんで、ちょっとこう服とかに擦れた時でもパッて入っちゃうかなっていう感じはします。まあ、この辺はね、うまく運用していただければなと思うんですけど、945ということでね、まあこのかっこいいね、モデル、このこちらのね、欲しい方はぜひこちら選んでいただければなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはダブルベルガスブローバックハンドガン、スミス&ウェストン M945。 ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。